JR 中間駅ですね、ここは。こんにちは、メイヤです。今回も JR の駅シリーズで、ここは中間市にある中間駅の方に来てますね。中間市って言ったら結構大きなイメージがあったから、駅の方も大きいのかなって思ってたんですけど、なんか見る感じそんなに大きな駅ではないなっていう印象を受けますね。今ちょうど上りも下りも電車が行った後なんでですね、ちょっと入場券買って中の方に入ろうかなと思ってます。ありがとうございます。お取り忘れにご注意ください。中間駅の方入っていこうかなと思います。あれ、入場券入れるところはないんだ。でも一応入場券は買ったんでですね、中の方を撮影したいなと思います。中間駅か、なんか中間駅っていうか、あの中間市っていう場所がですね、自分の中ではなんか結構栄えてるイメージがあったんですよ。っていうのも、自分がまだ20代の頃って、なんか映画を見るなら中間市にまで来て映画を見てた感じなんですよね。今だったら能形の方に能形イオンっていう大きなショッピングモールがあって、そちらの方に映画館なんかも入ってるんですけど、当時はまだですね、自分が20代の頃なんかは、その能形イオンもなかったんで、もう映画を見るってなったらこの中間市までやってきてたんですよね。それでなんかその中間市の映画館があるところがですね、なんかちょっと栄えたショッピングモールみたいな感じになってたからですね、なんか中間市って栄えているっていうイメージだったんですよ。でその中間市のこの仲間の名前がついたこの中間駅もですね、だから大きな駅なんだろうなって思ってたんですけど、実際初めて来たんですけど、なんか見る感じ、なんかちょっと古い感じっていうか、このなんか全体が木でできたような、なんか古い感じがする、そんな駅ですね。乗り場的にはですね、ここ2番3番乗り場があって、で今確かですね、この中間駅もなんかちょっと改装工事みたいのがあってたと思うんですよ。ここにちょっと書いてありますけど、この乗り場変更のお知らせみたいな感じで、先月ぐらいからですね、なんか工事があってるみたいで、乗り場が少し変更になっているっていう、そんな情報はちょっと聞いてましたね。でもなんかこんなエレベーターなんかもあってですね、そこそこ、どうなのかな、だから自分の中ではだから新塚ぐらいの大きさはあるんじゃないかなって思ってたんですけど、意外とそこまで大きな駅ではなかったなっていうのが感想だったですね。そしてあと毎回恒例の、乗車人員ランキングなんですけど、この中間駅はですね、2020年のランキングで1日の利用者数が1255人で、順位的には118位の駅ですね。118位、思ったほどの順位ではなかったかなっていう感じですね。もう絶対に100位以内には入ってるって思ってたんでですね、これはちょっと意外な順位っていうか、それほど利用者はいない駅だったなっていう、そんな感想です。ちょっとイメージしてた駅よりはですね、小さいっていう、感想なんですけど、福北豊線の能形から折尾までの間でですね、確実にあるなって覚えていた駅がですね、この中間駅だったんですよね。だからなんかその中間駅っていうのがなんかそのあるっていうのがものすごく印象的だったからですね、なんか本当イメージとしては大きな駅を想像してたんですけど、それほど大きな駅ではなかったなっていう、そんな感じだったですね。ではもう
まあ、せっかく、まあ、入場券買いましたけど、もう出ようかなと思います。じゃあもうこの入場券は直しとけ。よし、お、ここにもいますよ、仲間市のキャラクターの中っぱが、まあ、こっちはなんかこの看板みたいなパネルみたいな感じですけど、うん、ここにもいましたね。というわけで今回は中間市にある中間駅の方で動画の撮影をしてみました。そうですね、まあ、ちょっと思ったより駅の規模的には小さかったんですけど、まあ、それでも、まあ、この辺りでは大きな方の駅なんじゃないかなっていう感じですよ。またですね、次回どっか別の駅の方に行って撮影したいと思ってるんで、まあ、その時暇のある方はですね、またこちらの動画の方見てもらえたらありがたいです。それではまた。分からんけど、いや、名前分からんけど。